どうもこんにちは。今回は2軍で奮闘を続ける秋山投手、森木投手の現状についてご紹介していきます。このチャンネルでは日々タイガースの情報や面白い動画を投稿していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひお願いいたします。今年でプロ15年目とベテランの域に達している秋山投手、年齢も33歳で、 生え抜き選手として最年長となっており、これからの若いタイガース投手陣を引っ張っていってもらいたいですが、ここ数年は思うような結果を残せていません。キャリアハイとなったのは2017年。この年は25試合に登板し、12勝とチームトップの勝利数で先発の勝ち等として、タイガースの勝ちに大きく貢献しました。その後2年は膝の怪我などもあり苦しみましたが、 2020年には3年ぶり2度目となる2桁勝利を達成。18試合に登板し、11勝3敗と、素晴らしい成績で、勝ち星もチームトップタイをマーク。さらに、広島カープ相手には相性が良く、4勝0敗、防御率1.45と、カープキラーとしてチームの勝利に大きく貢献しました。翌2021年には24試合に登板し、10勝7敗と、 2年連続2桁勝利を達成。何より素晴らしいのが請求力の良さです。球速はそこまで速くないものの、狙ったところにしっかり投げ込み、フォアボールをほとんど与えない投球が魅力的でした。そして、3年連続2桁勝利が期待された2022年。春季キャンプでは投球フォームの改造に着手。それが原因となったのかこの年は、5試合に登板。 一生三敗防御率5.48に終わってしまいました。そして、以前手術した右膝のコンディションも悪かったと言います。そして2023年、伊藤正史投手の故障に伴い、いきなり開幕二戦目という大役を任されることになりました。しかし結果は、5回後失点とアピールできず、そして二度目の当番となったのが8月。 しかしここでも誤回持たず3失点と結果を残すことができませんでした。この年は2試合のみの登板にとどまり、0勝1敗、防御率7.45と悔しいシーズンになりました。それでも2軍では8勝と、前年に続きリーグ最多勝となりました。秋山投手は、日本一の中に加われなかった。状態が上がらなくて試合を見るのもつらかった。 14年目終わりましたけど、一番しんどい1年だった。と振り返っていました。そして覚悟の今シーズン。豊富な先発陣の枠を勝ち取ることができず、ここまでは一軍昇格なし。今シーズンも苦しいシーズンとなっています。そして、2年連続最多勝となっている2軍でも苦しい投球が続いています。ここまでは11試合に登板。 43回を投げ、2勝5敗、防御率6.70、被打率3割6分3輪、という成績を残しています。43回を投げ、与えたフォアボールは6個だけと、抜群の制球力は健在ですが、被打率3割6分3輪と高く、打ち込まれているのが現状です。球速に関しては130キロ台と、 二桁勝利をしたシーズンと比べてもそれほど変化はありませんが、ここまで打ち込まれるということはやはりキレがないのでしょうか。それでも6月12日には最多の6イニングを投げ無失点と素晴らしい投球もありました。和田二軍監督も、若い選手の見本になるようなピッチング、素晴らしかった。とうさん、今シーズンは苦しい登板が続いていますが、 なんとかこの壁を乗り越えて、もう一度一軍の舞台で投げる秋山投手を見たいですね。なんとか後半戦からは調子を取り戻し、最後の優勝の輪の中に入れることを願っています。今後の秋山投手に注目です。ここからは森木投手についてです。今シーズンで高卒3年目となる森木投手。ルーキーイヤーの2022年にはいきなり一軍の舞台へ。 二試合に登板し、0勝2敗、防御率6.23。という数字に終わりましたが、150キロを超えるまっすぐに、タイミングをずらす変化球と、将来がとても楽しみな投球をしてくれました。しかし2023年は1軍登板なし。2軍でも3勝4敗、防御率6.15と思うような結果を残せませんでした。森木投手は、 自分の投球スタイルを見失ったかもしれないです。一球も思い描く投球はなかった。と心境を告白しました。それでも勉強熱心な森木投手は、毎日野球ノートをつけているといい、フォームや癖などを細かく分析し、日々練習に励んでいるといいます。そして新フォームで挑む今シーズン。春季キャンプでは藤川球児氏が付きっきりで指導する場面も。 しかしここまで1軍登板なし、2軍でも苦しい投球が続いています。ここまでは11試合に登板、11回を投げ、防御率11.45。と、苦しんでいます。課題は請球力で、11回を投げ与えたフォアボールは15個と、イニング以上のフォアボールを出してしまっています。また、球速に関しても、 最速154キロというストレートを持っており、ルーキーイヤーでも150キロを連発していましたが、今シーズンは140キロ後半とあまり出ていません。投球フォームの確認などであえて出力を抑えている可能性もありますが、少し寂しい気もします。そして気になるのが、2軍公式戦では6月9日以降登板していないということです。約1ヶ月登板していないことになりますが、 やはりもう一度投球フォーム、スタイルなどを見直しているのでしょうか。森木投手本人も、バッターにどんどん攻めていく投球、僕の得意なまっすぐで抑えていく投球を常に求めている。と話しているように、森木投手の最大の武器はキレのあるまっすぐです。2年前の初登板マウンドで見せてくれた豪速球、落ち着いたピッチングはすごいものがありました。 森木投手復活へ向けて、本当に期待しています。森木投手は今シーズンにかける思いとして、チームの連覇に貢献できるようなピッチャー、そのピースに必ずなれるように、なんとか優勝に貢献できるように、それしな考えてないです。と意気込んでいます。将来のエースを担っていく存在になると思いますので、今後の森木投手に注目です。以上。 二軍で奮闘している秋山党首、森木党首の現状についてご紹介させていただきました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。